皆さん、街中で人とコーディネートが被ったことってありますよね。ちょっと気まずくないですか？恥ずかしいですよね。最近俺街歩いててそういう機会があって、あ、服同じだ。ちょっと恥ずかしい、気まずいってなったので、今回はそれに沿った企画、服を被ったらアウトゲーム。イエーイ。説明しよう。服が被ったらアウトゲームとは、その名の通り他のメンバーと服が被ってはいけないというゲームだ。テーマに沿ってコーディネートをしてもらい、同じ服装のメンバーには恥ずかしポイントがつくぞ。ポイントが少ない人の勝ちとなるゲームです。それでは行ってみましょう。まずじゃあ俺のコーデ説明しよう。セーターを着てます。ちょっと可愛らしい猫のデート、まあデートって言ったらセーターかなみたいな。で、靴は、まあ、スニーカー好きなのでスニーカー履いてますね。来た。もうなんだその格好は。だヘアバンドつけてる。ヘアバンドと、これなんだ、武器で見えないけどちょっとレースの服なのかな。インナーに下地になんかシャツがある。まあちょっとおしゃれな格好で。タコが来ました。タコは、お、かぶってない、かぶってないぞ。伊達目がおしゃれだ。服もおしゃれだ。タコおしゃれだね。タコおしゃれ。来ました来ました。イカが来ました。こっちかな。かぶってない。誰もかぶってないぞ。服がちょっと怪しいけど、おしゃれなピンクをつけております。いいですね。恥ずかしポイントゼロ。さあ最後の方です。来ました。ヒデオさんが来ました、最後の方。飛び越えていきました。被ってるかな？被ってない！てか、頭ずるいけど、スーツ着てるぞ。デートで。決めてきてるぞ。デートにスーツは決めすぎだろ。これ俺ちょっとおしゃれじゃないか。デートする時の格好よりおしゃれになっちゃった。冬はやっぱ寒いから長いダウンのジャケットで、なんとなく帽子をかぶり、なんとなくおしゃれな靴を、まあ冬のデートっていう感じかな。さあ、最初のイカちゃんが来ました。あ、冬だ。冬っていうかもうあれだね。スキーとかスノボーとかタイプだ、これ。スキー用の帽子と靴。いいっすね。次のタコ、お、かぶってないよ。今のとこ多分かぶってないよ。誰ともかぶってないよね。で、帽子、マスクか。最近はマスクの時代ですもんね。で、さっき俺が着ようとしてたジャケットかな、これ。危なかった。で、靴もかぶってない。オッケー。恥ずかしポイントゼロ。
てる俺かぶったかぶった、この2人、恥ずかしポイント1、恥ずかしポイント1です、かぶりました。それでは最後にヒレオくんお願いします。なんかもう来てるすでにどうだ、おぉいいいい、ヒレオくん頭絶対かぶらないのずるくねでもお腹かぶってないし足もかぶってないね、成功。これ多分街で見かけると恥ずかしいわこの二人かぶって、絶対そういうのあるもん、絶対そういうのあるもん。まあ部屋着っていうか、まあメガネがね、家の中ではメガネっていう、わかる、この萌えポイント。さらに長袖の T シャツと、まあ、部屋にいるときは裸足なので裸足です。あら、あの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 、あら、あら、あら、足がかぶっちゃった、足がかぶっちゃった足かぶっちゃったな、ミサンガの位置まで一緒だ。あ、スリッパ履いてる。サコの服は？あ、待って、恥ずかしポイント。おい、隣のいか、恥ずかしポイント2個あるぞ。ターバンみたいなかぶってる。恥ずかしい。来た来た来た、次は？ほい。誰とも被って、え？足はこれどうなん？足のこのスリッパ色違いも恥ずかしいよな。色違いも。すごい、はしゃいできました、はしゃいでやってきた。どうだ、はだしかかぶった、恥ずかしポイントかぶった、みんなかぶってる、どっか。みんなどっかかぶってる、すごい。部屋の中でね、靴履く人いないもんね。これはみんな恥ずかしい。これはみんな恥ずかしかった。